こんにちは自然中クラブの小崎です、えーまあ、この、ね、コロナ騒動、えー、やっとですね、えー、皆さんがこういろいろ気づいてきたんじゃないかなという思うことがあるんですけど g 通信の、ね、ニュースで「えー、共存かゼロコロナか」という記事がやっと出てきたんですよね。冬になったら誰かが風邪ひいてるしでそのかん感染を予防するウイルスからの感染を予防するなんていうのはありえない。 えことなんですよ、ね、だからそれをねコロナだからって言って感染をなくしましょうなんてことは、まあ、無理に近いわけなんですよでそれを、まあ、いまだにですね政府とかマスコミがですねコロナ感染拡大予防しようみたいなことを言ってることがもう本当におかしいな、えー、事実になってくるわけですね、まあ、このヤフーニュースでこう見て面白いなと思ったのはここのコメント欄のところなんですよね <laughs> まあほぼもうみんな気づいてるわけですよ、もうゼロコロナ現実性がないと、えー、共存委託だっていうことと、ゼロコロナ実質的に不可能、でそれで社会を止めててどうなんだっていうふうにね、もうみんな、もうこの2年間やってきたアホらしいことをね、もうそろそろやめましょうっていうことになっているわけなんですよね。で、もう何がまずいかっていうと、ですねこのまあ検査をすることによって陽性だと。 そしたらですねその職場にも行けないそして職場に通ってる人たちがまたその周りに対してですね仕事ができないみたいなそんなことが起きて、ね、感染したら要は罪悪感、ね、なんか罪を犯したみたいなそんな風潮になってしまったわけですよねでこれはもううそのゼロコロナコロナっていににした社会が人にね。 感染することで、まあ、罪をね、えー、もう罪悪感を感じさせるっていうね、そんな状況になっているっていうね、もう本当にもうこのね、ゼロコロナみたいなバカなことはね、もうやめて、もうみんなコロナと共存しましょうというね、そういう風潮になっていただければなというふうに思うわけです。で、あとですね、まあ、ロックダウン。 ロックダウンして感染予防しましょうっていうふうにやってたものなんですけど、これ2月4日付けのね、えー、記事によりますとですね、そのもうロックダウンは、えー、まあノーエフェクトですね、コロナ死を削減することには全く意味がないという論文がですね、もうすでにこう出ています。えー、なので、その、蔓延予防策みたいなね、マンボ防みたいなことをやってね、まあ飲食店をね、じゃあ9時でやめましょう、8時でやめましょうみたいな、もう 全く理にかななってないわけでですよねで要するにもう外に出て経済活動してそれでもうやっていきましょうっていうことがもう出ているわけなんであそろそろですね、まあ、こういうコロナみたいなね、えー、ことはやめてもコロナと共存してで何が大切かって言ったらその自分が 免疫力の高いそういうねライフスタイルを送ることですよねだからこそですねそのまあ太陽に浴びたりとかですねいい食生活をしたりとかですね健康してよく寝てとそういうそのね自分の健康を見直すそういうねことが一番重要であってですねコロナ感染者まだ拡大みたいなね、まあ、そんなことを言っててもしょうがないわけなんでもうそろそろやめましょうで、えー、とコロナのこの解決策一番は もう検査をしない、とといいうことですね検査をしないでそして今まで通りインフルエンザみたいになったらお医者さんに行ってでそれで対応するということでですねもうコロナの陽性者数を数えることをやめるこれがですね最大の解決策になるというふうに思いますのでまず共存,共存した生活をしてみんなも、ね、健康,に健康な的な、ね、ライフスタイルを送っていくということが大切なんではないかなという,ふうに思います。 皆さんね、この共存かゼロコロナ、もご意見ね、お待ちしてますので、コメント欄して、コメントしていただけると嬉しいです。今回もごご視聴ありがとうございました。